うわめっちゃいいな。おい、また量でいきますね。すごい種類が多いぞ。おい、種類多すぎるって。正直これやろなあ。ちょ、髪色も変えれる。ちょっと待って、あ、ピンクブラウンですね。そう、ガールセースピンクブラウンなんで。うわ、すっごい種類多いねんけど、どうしよっかな、マジで。俺、レストラン行ってメニュー2個とかでもいいもん。2個でも悩むもん、2択で。本編明日が。本編明日やな。で、明日上がる動画のタイトルは SV クソワロタな。で、一回何も見やんねん、これ。顔一回見ない。で、この目が覚えてない状態でパッと見んねん。かわいい。これやば。うわ、めっちゃいいやん。入学願書やって。私立です、金持ちの子。多分お小遣いいっぱいもらえるわ今作。こういうとこから考えてくで。たくさんの自然豊かな土地が広がるパルデア地方。ポケモントレーナーとしてポケモンを。おい、ケンタロスが黒い。これは多分なヤフーニュースになってると思うわ。黒いケンタロス来た来た。俺のこいつ、俺の乗り物。うわ、これ VR でやりたいな。めちゃくちゃいいやん。え、ちょっと待って、これはどっち？ポケモンなんですか？フラミンゴなんですか？ただの。まだ可能性あるからな。ただのフラミンゴの可能性が。いいねー。え？あら。これで俺が助けるんやんな。あいつを。やっぱりいい家。私立行くだけやるわ。あら、もう制服着てるんだ。今日から新しい学校だもんね。ママ可愛すぎん。入学に必要な大切なものがまだ届いてなかったらしいの。ピンポーン。あら、ちょうど来たんじゃない？今日、出てちょうだい。おっと、勝手に入ってくるね。おっと、自己紹介がまだでしたね。知らんやつなんや、まだ。知らんやつが勝手にピンポン鳴らして入ってくるのやばいですよ、セキュリティが。オレンジアカデミー校長、クラベルと申します。もう持ってるボールが全部プレミアボールやからな。さすが私立。ここではなんですので、お外へ参りましょうか。え、これ、絶対、御三家来たな。ちょっと待って、これさ、御三家色違い狙うか。明日のマンバズは俺がもらうわ。オッケー、御三家色違いな。うわ、かわいい。ちょっとどうしよっかな。皆さんとても人懐っこくて私のそばは離れないんですよ。言うてる矢先離れてるけど。今んとこニャオハなんですけど、俺アピール次第では帰ってもいいと思ってる。それと、ママから入学祝い。入学祝いで私立やろ。5万です。スマホ？アピールタイム。いいね。うわ、かわいいかわいい。かわいいかわいい。いい匂いしそう。かわいいかわいい、ドジっ子で。君がこの子たちのトレーナー。私はネモ。普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。ネモにしよう。ネモにしようか。あなたがパートナーにしたいポケモン決まりましたか？ちょっとこれ、困っちまうよ。では、ニャオハに決めた。あ、やべ。体が勝手に。心がニャオハを選びたがってんだ。クラベル先生、私も一匹選んでいいですか？リュウがニャオハなら私はこの子で。よろしくね、クワッス。下のビーチで待ってるから準備できたらすぐ来てね。下のビーチってことは、あの伝説と出会えるフラグがピンピンしてますね。リュウ、勝負の準備はいい？はい！やった、待ってました。今回の私のポケモンは？これどうする？クワッスじゃなかったら。鍛え上げられた黒ケンタロスやったらどうしよう。皆さん初めてのポケモン勝負ですからね。あはは、うっかりいつものポケモン繰り出しちゃうとこでした。危ね！黒ケンタロス来るとこやったんけ。6レベルなった。よし、ニャオハ、立て。ニャオハ、進化して立て。コダックいるよ。まだゴールらしいな。入れへんけど。俺、水枠、海ディグだから。やって、まだ野生のポケモン捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。いや、その辺の水に沈んでる伝説捕まえるんで問題ないです。なんか、この辺突き刺さってんじゃん。頭からぶっ刺さってケツだけ出てんじゃん。学校のパンフレット読んだけど、素敵な先生が勢揃い。これ、騙されるタイプやな、マミ。手のいいことばっか書くに決まってるやん、パンフレットなんか。騙されたらあかん。その実態を覗かないと。サンドイッチね。いや、ここから小さじの小道。うわ、もう見たことないやつおるって。うわー、これ多分、苦手な人苦手やろな。なんて名前？タマンチュラ、かわいい。ちょっと待った。クソかわいいやん。ゲットしよう。いや、ポケモンの捕獲は順調かね。どれどれ、ユが捕まえたポケモンの数は？うやーお。何今の。シェライ泣き声。強いポケモンいたりして。よし。じゃあ、伝説ゲットしてきます。まだ伝説じゃない可能性もあるからな。黒ケンタロスの可能性あるから。そっち危ない気するけど。わ、しっかりおるやん。なんか、たかられてるし。こんな子犬が伝説を威嚇してんで。かわいい。嘘。終わっちゃった。え、何？
いや、便利すぎるって、スマホロトム。子供生まれたら俺渡そう、スマホロトム。謎のポケモンは力なく倒れている。元気になるものをあげようか。どれがいい？俺的にグルトンやと思うけど。サンド？サンドイッチはでも俺が食べたい。あげや？かわいい。かわいいってあれな。あげやじゃなくて、俺の美女な。うおい。いいねいいね。ガツ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 。あげやす。ありがとうって言ってる。俺にはわかんねえ。おい、てかちょっと待った。コライドンかっこかわいくないか？なあ。なんかみんなさ、ミライドンがいいとか言っとったけどさ。コライドンめっちゃいいやん。ね、これついてこいってこと？でも洞窟には行っちゃいけないって言われたから。ごめん。うわ、ちょっと待った。デルビルは欲しいかもしれない。かわいい。なんか小賢しくて。集団になったら勝てると思ってんねや。小賢しくてかわいい。虎の言い借りてまいそうやわ。おい、ゾッタは何でもできるやんけ。後ろ、後ろ。あ、俺にゲットされに来てくれたんや。え？ちょ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 、無理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 。おい、ボディガードどこ行ってん、俺の。おい、ちょっとこんなんエグいって。イケメンすぎるな。サンドイッチのパワーやば。コライドンが活躍するたびサンドイッチの株が上がっていくな。まだ寮のポケモンになったわけじゃないんだ。いや、今からするよ。当たり前やん。こんな機会逃すわけないやろ。くぅ、見れば見るほど不思議なポケモンだね。寮のポケモンになったら絶対勝負させてね。これで横取りしやんのがネモのいいとこ。俺やったら絶対、ちょっとだけゲットチャンスだけくれへん。お前ちょっとマジでかっこよくない？鬼かっこいいでしょ。うわ、めっちゃいろいろいけるやん。面白いなぁ。おっと、いるじゃないですか。海ディグダが。ちょ、これゲットしろや。行ってこい。え？行かへんねんや。ん？ちょっと待って。俺のニャオハが飲み込まれた。あいつらの穴に。バトル難しいね。いで！俺ルリリに体感負けた。ショックやねんけど。ルリリに負けんの俺。海リーグだ。いいね。弱っ。俺のワクワク返してや。ゲット。おい、なんかもうちょっとバグってる気するけど。いや、寄り道楽しい。これ街行かれへんって。学終わってまうて。まあいいや、今日は登校拒否で。え、これどうですか？ん、これポケモンですか？フラミンゴですか？やばい、襲われた。あ、やばいやばい、リンチや。いいねいいね。やべ。二度蹴りの二度もいらんかった。え、名前何やった、あいつ。カラミンゴ。絡んでくるからカラミンゴっていうの、あいつ。名前だけ先にわかるっていう、このレアじゃない。まだ誰かもわかってない。シルシルが。マジでわからんから、とりあえずゲットするわ。やばい。やばい。ああ、シルシル。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？誰ともやってない。まだフラミンゴにボコられてたから。え？初テラスタル。これですよ、テラスタル。うわ、かわいいな。おい、電球ついてた、たまに。めちゃかわいいやん。これもテラスタル。タイプの威力をもっと高めるんだ。やばい。いかつ、とってかかわいい。今何かした？今にとってもこの威力。満足してそうやから、あんま言わんとこか。めっちゃいいな。アカデミーめっちゃいいとこにあるやん。こっしら勧誘ノルマあるんだから、さっさとスターダに入りなよ。あ、これやばい、マルチや。戦うことに。俺これから写真撮るとき全部これにしよう。ダサダサ。え、別にええやんか。後輩がやられた。こんな先輩である俺が相手をするしかないのか。うわ、これめっちゃ好きやねんけど俺。弱かった。ちょっと待って。後輩、リズムどんどん上手すぎるって。このダンス流行るで、TikTok で。写真撮るときあのスターのポーズが流行るし。いや、私たちの教室、1の A まで案内してるね。え、てか、マジで同期なんや。ジニア先生、おはようございます。え、ちょっと待って。いやいやいや。さすがにないやろ。ネモちゃん。留年しまくってるよな。周り見たら割と1年生ずらしてるけど、6年生ずらがいっちゃん前におんねんけど。先生、ポケモンのどういうところが好きですか？全部。ちょっと挨拶からキャラ編しようかな。じゃあ私いいですか？よっ。さんはこの学校で勉強していって将来何を目指したいですか？質問も重いもん。6年生やからさ。よろしくお願いします。学校の中を自由に探検してみよう。反抗期来てるって俺。
ねえ、ネモちゃんもどっか行っちゃったよ。やから留年すんねんって。